金梅は顔こばってましたもんね。カンパチ？いや、俺は、金梅が、小屋に来たときに、わかったっつって。俺の知り合いなんですけど、こいつ、町内会に、祝儀とか意味がわかんねえって言ってんだけど、って。どうします？って。いや、俺包みますよ。連れてきたから。固まってっから。俺全員の分全部包んだから。俺はね。本人がもうねえって言ってんだよ。ってなってんだ。だから。なんだお前。もう勘弁してくれよ。はいいよもう。ごめん野郎がよ。反転持って帰ってよ、翌日よ、朝9時によ、現場来いよって言ってよ、お前周りでよ、遅刻してよ、締め上げられたらわどうよ。あ？うなちゃんって。あれ、うなちゃんの知り合いだろうって。だから、まあ、うちら止めるからって言うから。まあ、それでいいですよ。お願いしますって言って。連合だったと思うんで。やられたよ。わざわざに聞いてみ。佐野さんも不良連中に締められましたね。カンパチ、誰？不良連中には俺は締められてはいないよ。すごく可愛がってもらってた。